バンダイから出たペラモデルというおもちゃです。人間の形をして関節を持って、とてもシンプルで何も柄も描いてないんですけれども、この、人間の形の部分を自分で、プリンターを使って自作してシールとして貼り付けろと、それで遊べますよっていう、おもちゃですね。500円なんですけれども、昨年で400円で売っていて、まあ、あまりの、未来を感じる、その、おもちゃ具合にですね、即買いしてしまったんですけど、その後、いろんな種類があることに気がついたので、その足でヨドバシカメラ行ったら今度は360円で売ってまして、1000円で、4人家族揃ってしまうという、これは子供用ですね。男女兼用ですけれども、まあ男の子用、男の人用ですかね。そしてこれが、成人女性用、スカートになってるだけなんですけどね、ここが。これ女性用ということな、スカート M って書いてありますね。M と書いてありますが、大人で S、M、L と3種類あるわけでは今のところありません。サイズ M しかないです。それプラス子供が1種類という形が3種類あって、それぞれに成型色が、白だったり青だったりピンクだったりで2種類か3種類ずつぐらいあります。これに、型紙が入ってまして、コンピューターを使ってこんな風に、シールの台紙に服装を書けば貼れるわけですね。僕は絵心はないので、ギャップとかユニクロとかの電子カタログから持ってきて貼り付けて加工しました。1時間ぐらいあれば1体分の、顔と、洋服の部分作れるんじゃないかなと思います。これちょっと出してみましょうか。こんな風になってまして、ガンプラの関節の、テクノロジーが活かされてるんだかなんだか分かりませんけど、あとちょっと、こんな風にすごく簡単なものではあります。はい、でシール自作してちょっと甥っ子のものを作ってみました。こんな風に、ジーンズとパーカーを着せてみました。何でも完成品が、売れる今の世の中に、こんなに手作りの要素の部分残したまま製品化しちゃって、どのぐらいヒットするもんなのか、見守りたいと思います。